役年「お父さんお誕生日おめでとうおじいちゃん何歳になったの?」と男の子が聞いた「42歳だよラッキーだね」とお父さんが答えましたマヤが「違うよ」と言った「42歳って最悪ですよ」えー「えそれ信じてる?」とジュリアスが言った そうよ。それは役同士です。大変なことを経験する。女の人は33歳で、男は42歳。バカな妹ね。まや姉ちゃん、何か悪いことが起こるのと男の子が泣きながら言いました。<laughs> そうよ。父ちゃん、気をつけなくちゃ。いやいや、大丈夫。 冗談冗談スティーブおじちゃんは大丈夫よあ,あなた本当にかわいいねジュリアスよりずっとかわいくて頭がよくて優しいねあなたが私の弟だったらいいねとマヤが言いましたおばあちゃんの役どしに私は隣の町に住んでいた ばあちゃんがわたしにてがみをかいておくろうとしてたがとつぜんひつじがいえにはいってかぐをたべてしまった。しんじられないでしょう。ひどいなあとジュリアスがいいました。まあいなかだったね。いえがきたなくなってまたそうじしなくちゃいけなかったから。 おばあちゃんは家を遅く出た。その上お天気が悪くなった。それから隣の家の犬は外で遊んでいた。あの犬はちょっと怖かったですよ。おばあちゃんは犬があんまり好きじゃなかった。それから手紙が風に吹かれた。 大変だった。おばあちゃんが心配してたお金が入っていたから、あのお金もらったら私は幸せだったねとお父さんが言いました。それはお父さんの不幸なことだったねとマヤが言った。僕はよく動物に踏まれるよとジュニアスが言いました。 そしておじいさんの場合はもっとひどかったよとお父さんが言った。42歳になったがまだとても若かったよ。誕生日に大きいプレゼントをもらった。家に入るかどうかはかってみた。でもいい計画を作らないでいろいろやってみた。 最初に長い刀を使って測ってみた残念ながらそのプレゼントはとても重かったですよだからそれを小さい台に置いたでもそれが全部壊れてしまった大変だったよやっぱり厄年だったねとマヤが言いました ぼをばかにしないで脈動して信じないよ」とジュリアスが言いました「助けて羊だ!」全然知らない人が叫びながら走ってきた「父ちゃん気をつけて」「羊に踏まれるぞ」ジュリアスが笑ったけど突然羊に蹴られました「痛い痛い!痛い」 今年はジュリアスの役どしみたいとマヤが笑いながら言いました。